はい、こんにちは、誠です。はい、こんにちは、大です。今日もですね、20代のキャリアアップや企業に向けてのキャリカルチャンネル入っていきたいと思います。はい、はい、で今日はですね、スペシャルゲストが来てます。イエーイ。はい、ビッグゲストですね。今まで結構その新しいニューオーナー、新人オーナーが多かったんですけれども、今日もうレジェンド級のベテランね、ベテランオーナーが中堅来ておりますので、まあ、ちょっといろいろ聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単な自己紹介じゃお願いします。小池純と申します。はい、年齢が44です。まあ、横浜出身で、元々がですね、出版社に勤務していて、でサラリーマン1年半だけやったんですけど、ちょっと長文に合わずにドロップアウトして、ただでも他行ってもあんま変わんないなと思ったんで、これはもう自分の理想の人生をするには自分でやるしかないのかなっていう、ある意味消去法で GM 道に進んできたっていう、でそこでっていうことですね。そうですね、さまよってる俺を拾ってくれたのが、はい、ベンチャーさんさまよりながらね。僕も覚えてますもん、面接来た時から、もうビギナー時代からずっと、僕はまだ現役オーナーの横浜時代の時なんで、めちゃくちゃ覚えてるんですよ。そうなんです。じゃあそれも含めて今日はちょっといろいろね、聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあもともと出社横浜ということで、そうですね、横浜の長津田そうです、町田の近くだもんね。町田近いですね。はい、長津田じゃない、長津田です。田、お前長津田って夏たんですね。すまないな。で、どんな小学生でしたか？小学生の頃は、意外と結構ガキ大将だったんですよ。はいはいはい。ガキ大将。いや、そうなんですよ。意外意外。確かに。端っこでおとなしくしてた。いや、全然です。授業とかもめちゃくちゃ手挙げるし、発言しまくるし、友達まとめまくるっていう小学生だったんですよ。じゃあ結構かっこいい。そうなんですよ。常に周りに人がいるみたいな。はいはいはい。そういう小学生でした。なるほど。まとめたリーダー役としてだけじゃなく、やんちゃな部分とか、やんちゃな部分ありましたね。喧嘩っていうほど喧嘩じゃないですけど、すぐちょっとカートになっちゃって、みたいなのはたまにですけど、ちょっと殴っちゃったりとか、殴りはではしないですけど、それでなんかちょっと先生に怒られるみたいな、クラスで起こる事件の半分ぐらいが俺キー。なるほどね。そんな感じの。だから親とか見られた方でした。なるほどね。体大きかった？あ、でも大きい方でしたね。ちなみにその時からもスポーツとかは何か？スポーツは野球やったんですけど、泣きやすくて、その当初はすぐ投げ出す性格だったんですよ。すごい。全然違う。全然違う。別人だったじゃないですか。そうなんです。投げ出す癖があって、熱しやすく冷めやすい。でそれを結構親から言われてて、まあ、野球やってたんですけどやめちゃって、水泳も小5ぐらいまでやってたんだけどやめちゃって、塾行ってたんですよ。中学受験をしようってことで、一の件行ってて、中学受験するぞって言ってたんだけど、それも小6でやめちゃって、だからもう何も残ってない。なるほど。小学校は三段が左対称で問題を起こして最後に全部投げ出す。っていうのもあって、ちょっと中学でなんかやり遂げないとなっていうのが、中学時代そういうスタートだったんです。あ、そうなんだね。じゃあ受験はせずにも近くの公立の中学入って。じゃあそこから中学で自分の中でなんかちょっとダメだなと思って。そうですね。早いの、人生の反省は早くない？早いです。小学生の時の反省点は反省点ないです。反省しなかった。反省しないですね、中学時代は。でも純は反省して、反省しましたね。一回ちょっと小6を終えた時に、このまんまじゃあんま良くないなって思う感じて、小6で人生振り返って、そうですね、振り返りました。このまんまじゃ良くない、良くない、そんな風に思って。どうだった？いやいや、もう覚えてないぐらいよね、あんまり。でもあれですね、野球やめたことを一番後悔してる。あ、そうなんだ。確かに、なんか俺ジュンさんっていうとずっと野球やってたイメージ。確かに。で、野球好きだったのにやめたんですよ。じゃあなんでやめたんですか？塾です。あ、塾行くからそのためにはなるからって。野球も好きだったし面白かったんだけど、でやっぱ中学受験やるにはやっぱ二足のわらじっていうのが難しいのかなと思って、で実際やっぱ日曜日にテストとかあったんで、そういうので塾優先してたら、だん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 で、やめたんですか？でもせっかくそうやって、じゃあもう塾で頑張ろうとなったら、なんで6年で急にやめるの？いや、もうちょっと勉強がやんなりすぎちゃう。
して、はいはい、毎日ですし、うん、なんか義務化されちゃったんですよね、まあね、うん、小学生のメンタルだとやっぱちょっとその義務化に耐えきれず、もともとやっぱ自由でいたいっていう気持ちが強かったんですけど、ね、はいはいはい、それが嫌になっちゃってもう放り出す、もう塾行かないみたいな、もう小5の終わりぐらいがそうなってきて、でそこからじゃあ中学入ってちょっと反省して何始めたの、うん、野球です。あそこで野球部入ろうと、一回野球をやり直そう、でまあ塾やめたのもちょっと、まあ、後悔はしてないですけど、うん、勉強もしっかりある程度はできた方がいいなって思ったんで、うん、程よくちゃんと勉強をやろうっていう風に思って中学スタートしました。でじゃあ中学校でもどうなの、クラスでは中心メンバーの子だった？割とそうなんです。ただでも中学ぐらいから音楽もともと好きだったんで、うんうんうん、バンドへの憧れがめちゃくちゃ出てきて、あもうその辺からバンド、まあ、そもそも俺小6の時点で将来の夢がお笑い芸人だった。何それお笑い芸人、ミュージシャンじゃなくて芸能人とかお笑いやりたいなって、意外すぎる。そうなんですよ、めちゃくちゃ意外。何それ今もまあお笑い好きなんですけど、ごっつい感じが超好きで、はいはいはい、あれを見て月曜日にみんな友達で話して笑い合うっていうのが、あれおもろかったよね、めちゃくちゃ面白い。それがすごい好きだったので、はいはいはい、お笑いのやりたいなってちょっと、でまあそっからでも、まあ、バンドも音楽もすごい好きだったので、いいなみたいな感じになってきて、でもバンドやってる友達いなかったので、はいはい、高校ぐらいからでいいのかなみたいな、今やんなくてもいいかなって、で、音楽は聴きつつ、まあまあ、野球やりつつ、野球は強かった？野球はそんな強くなかったです。まあ、でも楽しかったですね、うん、そこは。一応ポジションどうだった？ポジション外野でした。あ、そうなんや。なんかショートっぽい。いや、全然。あんまり器用なタイプじゃなかった。あ、そうなんだ。肩と足とバッティング。守備があんまり上手くない。うまそうだけどな。ダメでした。ダメ。身体能力というかポテンシャルで。ポテンシャルでしょ。そうです。あ、そう。ちなみにジュンさんのご両親はどんな感じの人だったの？親がですね、またちょっと僕とだいぶ違くて、父親がまあまあのエリートなんですよ。エリート？どうなんだ。上智出てるんですよ、うちの。上智。上智の英語専門家で、その後アメリカ留学して、ほう、アメリカの大学院。へえ。アメリカでしばらく6年行って帰ってきて、まずアメリカ大使館に勤めて、その後ロイター通信に勤めて、時事通信、日本経済新聞、ジャパンタイムズってあの英字の、はいはいはい、あれの、まあ、最初部長、もうエリート街道ずっと進んで、すごいね、しかもメディア系のね、そうそうなんですよ。社会人になってから親父の凄さに気づいたんですけど、当時はあんまりよくわかんなかったんですけど、で母親は母親で、うちの親父アメリカから日本帰ってきて、しばらく神田にある神田英語学院って今も専門学校あるんですけど、そこの先生、うちの親父バイトやってた時の生徒がうちの母親っていうのは、そうなんだ。禁断の生徒と先生みたいな、はあはあはあ、10歳差離れてるんです。あ、そんなに。お父さんはそういうあれで自分にもストイックだけど、ジュンさんに対しても厳しいのか。いや、厳しくないです。あ、そこは自由に。だいぶ自由です。両親のことにかなり自由にやらせてもらう。あ、そうなんだね。だいぶ伸び伸びですよ。あ、そうなの、はい。じゃあ何も言わないけれど背中で語るタイプ。いや、まあちょっとは言うんですけど、そこまで干渉してくる感じではない。そうなんだ。自分で決めなさいみたいな。はいはいはい。アメリカ。確かにそうですよね。アメリカですね。じゃあそういう感じのご両親に育てられて小学校、中学校と、で高校はどうしたの？高校は普通にまたあの県立受験で、あそこは受験して高校受験で、なるほど。じゃあそこから高校生活が始まると、はい、なかなか波乱万丈。いや、そう、そうでもない。そうでもないですね。今の純のイメージと小学校、中学校ちょっと違うよ。ちょっと違いますよね。そうですね。なんかずっとストイックに野球をやってきたのかなって。いやいや、そんな感じがあったんですけど、ちょっとした反動があったからこそ、つなぎ出しやすかったっす。はいはいはい。お笑い芸人になりたかった。そう、めちゃくちゃ意外の。めちゃくちゃ意外の。わかりました。じゃあそんなところから、じゃあ高校に入ってどう変わっていくのか、はい、ね、はい、その辺ちょっと次回聞いていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、はい。